ご紹介いただきました。岡山県から参りました踊り園にわかやと申します。どうぞ皆様よろしくお願いします。今年のにわかやのテーマは晴れの日にです。岡山といえば晴れの国、そして、新たな門出という意味の晴れの日ということで、結成21年目を迎えた、にわかやですが、この21年目を新たな1年目として晴れの門出の年として、また新しく歩んでいきたいと思って、このテーマでやっております。皆様に新しいにわかやをお届けできるように精一杯踊ってまいります。どうぞよろしくお願いします。さあ踊り子、最高のステージ頑張っていくぞ。参ります。岸方行く末、巡るめく時を超えて、晴れの日にここに集いし我らはにわかや。さあ、うちに秘めるはにわかの絆、共に舞う仲間と共に、拳に込めるはにわかの心、大地を踏みしめ明日へと向かう。花たちよ、晴れの舞台の幕開けに鳴子の音色に思いに乗せて、彼方へ誘うにわかまい、全ての出会いに感謝を込めて、心一つの仲間とともに思い心に花咲かせ、さあ見せようぞにわかの舞いを。にわかや、この身に宿すは裏じゃない、ここ桃山に咲くは白鳳の花を匂いでは恋文に、あんた待つと言ったことのか、握りしめてはかけてた、母なる海よ、自由なる空よ、その壮麗なる姿に羽ばたけ。それよ、鳴子の
晴れの日に踊りでにわかよ。にわかよでした。ありがとうございました。踊り子ティッシュありがとうございました。